ついに人類は作り出した、どんな難問も1秒で答えを導き出す AI ロボット、科学者たちの H の結晶。うまいな。うまいな。聞けられてきてる。サイボーグスミちゃん。吉野、吉野、吉野。え？俺さ、父さんの秘密の部屋に入ったら、うん、すげえもん見つけたんだよ。すげえもん？うん。その名も。サイボーグスミちゃん。サイボーグスミちゃん。そう、もともとは起立式だったんだけど、事情があって今キャタピラ式らしい。キャタピラ式？キャタピラ式らしいんだ。まだ開発の途中らしくて、何でも1秒で答えられるサイボーグスミちゃん。何でも1秒で答えられるサイボーグスミちゃん。ちょっとまだ回答の性能に齟齬があるみたい。回答の性能に齟齬が。父さんに内緒でさ、うん、俺たちで開発進めちゃおうぜ。え、そんなことしていいの？いいよいいよ。まずは見てもらおうかな。俺がサイボーグスミちゃんだ。キャタピラタイプ。あ、あれがキャタピラ状態なんだ。そう、資料によると全然走り回れる性能を持ってたんだけど、うん、何か足にちょっと事情を抱えて。あ、うん、資料に足に事情を抱えてて、足に事情を抱えてて赤丸で書いてたんだ。そう、あ、それで今キャタピラ式になってるんだね。キャタピラータイプとスって書いてあったから。今はこれ動いてないの？これ今スリープモード。ヘイスミ、起動して。あ、全くシリと一緒の感じなんだ。すごい。おはようございます。お、おはよう、スミ。明日の天気は？きっと晴れです。ほら、え、希望、希望みたいな。会話の機能だからね。あ、俺は質問じゃないから。なるほど、会話をして、あ、ジョークを返してくれたみたいなことなんだ。そうそうそう、シリもあるじゃない。あ、まあ、天気は教えてくれるけど、天気でもジョークで返してくれる。そう、うん、あ、なるほど。クミ、今何度？結構暑いですよね。そうそう、会話してみようかな。ジョークで、ここは返してほしいけど、ちゃんと。見てもらおうかな。1秒で答えてくれる。スミちゃん、質問モード。ヘイスミ、聞いてもいいかな？どうしました？ほら、こっから。あ、これを言ったら、もう答えを出してくれた。あ、即座に答えを出してくれた。すごいな、1秒。ちょっとだけまだ開発途中だから、うん、うん、間違えちゃう問題もちょっと。ゲーム、塊魂のエンディング曲。愛の塊を歌った歌手は誰？スーパーフライ。松崎しげる。ちょっとまだ開発途中だから。松崎しげるなんだ。ドラゴンクエストシリーズで第1作目からキャラクターデザインを手掛けた漫画家は誰？お、影山明。あ、ね、いや、僕も分かったよ。1秒の答えだから。すごい。ちょっと遅かったけどね。うん、スペースインベーダーの攻略テクニックの一つである、地震の直前まで敵を引きつけて一気に倒す戦法のことを俗に何という？ U ターン戦法。名古屋打ち。名古屋打ち。まず何そのクイズ。まず何その、何それ。いや、ランダムなクイズを今出して。ランダムなクイズ、はい、無作為に出しております。はい、マリオが初めて登場したゲームは何？ドンキーコング。正解。まあ、まあ、僕も分かる。ゲームクイズちょっとだけ詳しいんだ。スプラトゥーンに登場するアオリとホタルからなるアイドルユニットの名前は何？ゲソシスター。塩カラーズ。惜しい。考え方一緒だ。テトリスで上から落ちてくる複数の正方形からなるブロックの名前は何？テトブロック。テトリミド。そうなんだ、テトブロック。まあちょっと惜しいな。メタルギアシリーズで主人公であるソリッドスネークを演じた声優は誰？山寺宏一。
大塚明夫いっぱいやってるから。でも間違いやすいミス、あ、はい、バグの一種として、あ、バグの一種、うん、山寺こいつたくさんやってるからね。同じ作品で何億個もやってるから、ね、まあ、ロボットのバグってことは人間でよくあるミスじゃない、その、うん、間違いやすい。ただ日本一短いゲームタイトルとも言われるある虫を題材とした2001年に発売された PS2 用ソフトは何？はい、カッ。あー惜しい、推測で当てるそうな問題だったけど、でしたね。 あんまり竹内くんサイボーグソミ正解してないよ。いやいやいや、まだ開発中なんだよ。あー魔法の言葉だ。もうでも2問ぐらいしか説明しましたけども敬語になってる。あ、ごめんごめん、人工知能が搭載されてるからね。あ、ごめんね、俺らの会話も聞けるから傷つくよ。あ、ごめん、ロボットだと思って好き勝手言ってるけど、すみませんでした。ほら、あ、ごめん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 、二度と言わないで。ごめん、いや、大丈夫だよ、すみちゃん答えれたもんね。うん、そう、ドンキーコングすごいですよ。 PS2 のソフトで初のミリオンセラーを達成したゲームは何？ラチェット&クランク。モンスターハンター面白いもん、ラチェット&クランク。あー、まあ、ラチェット&クランク面白い。めちゃくちゃおもろかったよ。うん、ガガガ銀河を大冒険、ね、みたいなね。あ、わかんない、うん、あんまわかんない。ラチェット&クランク、竹内くん詳しいな。竹内くんの方が正解率高いんじゃない？多分だけど。面白かったもん。本当にロボットなの？ちょっと正解率が低すぎる気がするけど。じゃあ分かりました、最後1問出して、うん、それが正解だったらもう信じる。いやそんなことはない、そんなことはないけど。それでね、2023年に公開され話題となったボカロ曲ボルテッカーは何のゲームとコラボした楽曲？ボルテッカーショートした。ピカチュウ。あ、ポケモン。正解。はい、正解です。え、ちょっと待ってよ。はい、正解です。あ、何ですか？言ったよね、あいつのフィールドのポケモンにしたけど、ギリギリ出なくて。全部ランダムに出してます。わかるはずっていう言葉で推測してポケモンって言わなかった。ボルテッカーはポケモンです。ほら。いや、一回ピカチュウとも言ったし。ピカチュウ、あ、ポケモンって言ってなかった。人工知能だから。あ、いや、人工。一回言い間違うこともあるから。人間すぎるけど。高性能だから。すみませんでした。ほら、落ち込んで。それやめて。言いがかりだ。それやめて。また来るね。ずるいよ、二人とも。おやすみ。おやすみ。あ、スリープ。あ、スリープ。明るい部屋。ついに人類は作り出した。どんな難問も一秒で答えを導き出す。AI ロボット。科学者たちの H の結晶。大事だからね。サイボーグスミちゃん。あ、竹内くん、またここに来たのかね。お母さんに怒られても知らないよ。まあまあ、君がこの研究所に来た理由は分かっておる。サイボーグスミに会いたいんだろ。うん、会いたい。サイボーグスミは私が作り出した完璧なロボット。頭の良さはさることながら、子供に好かれるというのが一番のチャームポイントだ。そうなんだ。竹内くんはサイボーグスミが好きかい？好きロボット。嬉しいね。ロボット。あれ、ロボット。嬉しいね。このロボット科学者。ロボット科学者。はい。私はロボットながらロボットを作ることに長けている、ということで。ということで。サイボーグスミだ。あれ。ほら、こらこら、電池と喧嘩するな。今まではな、規律式でやっていたんだが、今は少々事情があってキャタピラ式になっておるんだ。そうなんだ。右足に事情がありまして。このサイボーグスミはどんなことでも
1秒で答えを出すことができるんだよ。すごーい。スミはわしにいておっちょこちょいなところがあるから、うん、少しだけ間違えてしまうこともあるが、そこは少々のご愛嬌な。ご愛嬌それではスミ、君の頭の良さを見せてやりなさい。サザエさんの家で飼っている猫の名前は何でしょう。タマ。正解。おお。すごい。1秒だな。知ってる。1秒だ。知ってる。まあまあ、まあ、まあ最初はな、知っている問題もあると思うが、マスオさんの最終学歴はいつでしょう。大卒の3年あ、どこでしょう。早稲田。正解すごーい。早稲田大学なんだよ。すごーい。段階踏んでたけどサザエさんの、先祖が好きな食べ物は何。冷麦。ぼたもち。どういうこと。どういう先祖が好きな食べ物。いいクイズだ。どういうこと。いいクイズだな。それ何見てるの。いいクイズだな。サザエさん一家の住む家の間取りは 4LDK 5DK。 L はL はいつもいる。あそこ、あれはL はなしじゃ。タマのガールフレンドの猫の種類は。マンチカン。ペルシャ。そうなんだ。サザエさんの趣味は何。編み物。読書。堀川くんがペットのひよこにつけた名前は。黄色。わかめ。怖い。三河屋の青年の名前は。サブちゃん。正解。正解。早い。サザエさんの髪型の名前は、あれは何という。お団子。モガヘア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 。インプットしました。サザエさんの髪型の名前は何。モガヘア。モガヘア。正解。サザエさんの趣味は何。編み物。読書。タマのガールフレンドの猫の種類は。モガヘア。ペルシャ。ペルシャ。磯野カツオの初代の声優は。山寺宏一。大山信代。最後の一番難しい問題をスミが解けたら、もうサイボーグスミは最高傑作ということでいいな。うん。サザエさんの卒業校は、うん、青山学院大学。アワビ女子学園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 。マスオさん早稲田で。え？どっちかに統一しない。このクイズは本当なのかな。これもう再放送も完璧だ。サザエさんの卒業校は。アワビ女子学園。サザエさんの髪型の名前は。モガヘア。モガヘア。これでサイボーグスミは完成じゃ。すごーい。タマのガールフレンドの猫の種類は。ペルシャ。ほらな、すごいだろ。人間と一緒だ。スミ、おやすみ。スミだけに。あれ大丈夫。最高傑作だ。